福岡市立長尾小学校は、福岡県福岡市城南区長尾5丁目にある公立小学校。城南区北東部のひい川両岸の一帯。高区中央部を油山観光道路と県道557号線が並行して南北に通る。高区内に優先定公園がある。学校は油山観光道路上の西鉄バス長尾5丁目バス停から東に 約280メートルの住宅地内にある。中学校は福岡市立友仙中学校の校区。1988年3月の卒業式の際に卒業生たち卒業記念作品としてパブロ・ピカソのゲルニカを模倣した旗を作成した。児童はゲルニカの旗を式典会場の正面ステージに貼ることを希望したが校長の指示によりステージ正面には 日照旗が掲げられ、ゲルニカの旗はパネルに貼られた状態で、卒業成績背面に掲げられた。なお、ゲルニカの旗をパネルに貼って掲げることは校長によって提示された修正案だが、職員会議での合意は得られていない。これに対する抗議の意味で、卒業式当日には、卒業生代表児童挨拶での校長への批判発言もあり、 君が世の聖賞の際に着席するなど児童がいた。この児童らに同調し、着席、また退場の際に、右手拳を振り上げる行動をした教諭に対し、福岡市教育委員会は、同年6月、教育公務員としての職の信用を傷つけるものとし、地方公務員法に基づき開国処分を行った。この教諭に対する開国処分の撤回訴訟を、 福岡市立町尾小学校ゲルニカ事件と呼称する。1998年2月24日に福岡地方裁判所は請求を棄却する判決を下した。教諭は控訴、上告したが、1999年11月26日に福岡高等裁判所は一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却。2000年9月8日には最高裁判所によって、 上告が帰却された。ありがとうございます。